今週気づいたこと。各デパートとかで、お正月に向けてこう、おせち料理の、あの、カタログみたいな、予約受付中みたいになってて、で、今年はこう、今年とか来年、2014年の正月は今んところ、海外行ったりとかそういう予定がないんで、じゃあまあおせち料理も頼みましょうかっていうんで、まあパラパラそのカタログをね、 見てたんだけど、まず気づいたのは、あのー、厚焼き卵の中に、バナメイエビのすり身の入った厚焼き卵っていう、おそらく新メニューなんでしょうね。え <laughs> <laughs> あのー、去年までは多分違うエビを使ってたと思うんですけど、間違いなく芝エビを使ってたと思うんですけど、<laughs> バナメイエビっていう珍しいエビの、 入ってるおせち料理のこう厚焼き卵みたいのが、だし巻き卵みたいな結構増えたなっていうことと、あとまあ今年に始まったことじゃないんですけど、中華おせちとか洋風おせちとかあるじゃん。で、その中に創作フレンチおせちってなってきて、もうなんだかわからないよね。しかも創作フレンチおせちって、 自体がもう、じゃあおせちじゃなくてよくねって思うんだけど、でも一応もともとおせちってなんでああいうことになったかっていうとさ、三が日とかさ、下手すりゃこう、えー、っと、7日までぐらいの間、一年中働きづくめのそのお母さんたちが、まあ、家事をしなくていいように、炊事をしなくていいように作り置きをして、それをみんなで食べましょうと。 で、一応、せっかく作るんだから、長寿とか、その、えっ、ー、と、お家繁栄みたいのに語呂合わせになるような食材でどうでしょう、みたいな、こう話で。だからまあ、フレンチでもその精神だけでも残ってりゃいいかなと思ったら、昨今、法律が厳しいせいで、消費期限が書いてあるのね。それが1月1日以内って書いてあるのね。<laughs> <laughs> もう何でも、何でもねえな、これ、みたいな。えー、ことを気づきました。 だからもう、境外化もいいところでさ、そのおせちを出してる、その、ところも一般のね、いろんな料亭のおせちとか、それからその、そのデパートのおせちとか、で、中に、なんか日々のこう、おかずを、その、作ってる、えっと、お店の、毎日のおかずの何々が、えおせちを作りました、みたいな、ね。で、またデパートもさ、結構元日からやってんじゃん。だいたい日々のおかずをそこで買ってる人が、 お正月だから、家事をしないでっていう話じゃねえじゃん、もうもがや。だって、一緒のね、ことじゃんってなってくると、もうどうでもいいよね。<laughs> やってんだからね、1日までが消費期限だとしても、もう普通に1日じゃあ、買いこうかって言ったら、そこでも売ってるし、2日も売ってるし、ファミレスとかも24時間営業ではないまでも、やってるよね。だからなんか、 おせちもどう、どうでもいい話だなって,って。でもなんかさ、いざ、去年買ったかな神さんが一人前ぐらいのやる申し訳程度のやつを買ったような気、ここ何年かそんな、だったような気もすんだけど、栗きんとんとか、大っ嫌いだから、な甘いもので、<laughs> そのご飯のおかずなんかなんねって、大体俺、 甘いもの、栗きんとんをまんまデザートですって言われて出されれば食いますし、それがまずいとは思わないんだけど、ご飯のおかずで、要するに、飯の上にワンバンさせるものが甘いっていうことが俺ダメだから、そうすると、ほぼ、あんな、その、おせちのもんだからダメじゃん。ねで、ガキの頃はなんでって思ってたんだけど、形外化すればするほど、 せっかくおせちと名のつくものを食べるなら、ああいうんじゃなきゃダメだな、みたいな。黒豆とかじゃなきゃダメだな。なんだろうね、この感じ。あれが絶対でも、お正月おせち食べなきゃ何にも食べられないんだよ、みたいな頃は、もう嫌でしょうがなかったね。栗きんとん。ンなんなのこれと思ってたから、ね。あとさ、なんかその、よくわかんねい船の佃煮見てるやつとさ、 それか、あと、また別の佃煮見てるやつとさ、また別の佃煮見たやつあんじゃんか。<laughs> で、佃煮、なんか俺が言わせるあの、佃煮の汁の味だから、の、ネピアだって佃煮の汁でれそれなりに佃煮の味になるだろう、ぐらいの感じだから、ね。<laughs> 俺の中では。だから、なんも、なんも嬉しいこと、ないよね。で、ハムぐらいが一番嬉しいじゃん、なんか。お歳暮で来たハムを、切ってくれたやつが、まあ一番嬉しくて、 で、その後、里芋ぐらいかね、里芋とか煮てくれるのうちだけ。なんか煮物があったらきゃ、里芋の煮たやつ。で、またさ、いつも割り箸で食ってるような家なのにさ、正月だけはさ、塗りの箸みたいなの出し合うんだよ。で、それをさ、里芋とこんにゃくを煮たやつをさ、あの塗りの箸で食うっていう、なこれ時間制限があったらバラエティ番組みたいなことをやらされるじゃんか。でも、そんなんで何もありがたいと思わなかったんだよね。でもさ、本当に形外化すればするほど、 なんかあれじゃなきゃ、せっかくこんな形外化したにもかかわらず、一応正月ってことでおせちとして食うんなら、あのまずいもの、俺にとってだけね、俺にとってあのクソまじいっていうか、うれあ嬉し、うれしんとねえもの、だらけのやつが、いいなってちょっと思う俺がいたりするんだよね。で、まあ、今日はまあこれぐらいでオープニングの話をまとめといて、あの、まあ、ちょっと久々旅行ってきまして、それは愚痴ですよ。<laughs> 旅行機見たい、ルルブ見て話は一切ないからね。<laughs> 別段何も食ってねえし。ねえ、えルルブってなんだっけ見る、食べる、遊ぶ、だっけね苦しむね。予定通りに行かない。ねもう、疲れたの、もう、向いたの。<laughs> なんだよ、もう向いたよ、わかんねえ。何か語呂挟って始める、そういうやつ。